そして3つ目はフライドベーコン。うわっ、うわ、皆さんこんばんは、長谷川パセリです。フラット岩崎です。長谷川パセリ、長谷川パセリ。今日はですね、ベーコンを一番美味しく食べる方法を僕たちで勝手に決めつけていきたいと思います。今回はベーコンに取り憑かれている知り合いが何人か周りにいるので、その人たちから一番カリカリで美味しく食べられるベーコンの焼き方、作り方を布教されたので、ちょっとその方法で作っていこうかなって考えてます。どうでしょうか。いいんじゃないですか。美味しいベーコンが食べれるならそれで僕は幸せです。あ、そうだった、5つの方法があるってさっき話したじゃん。だからそれをちょっと説明しておかないといけない。まず1つ目、ノーマル。2つ目がシュガーベーコン。そして次の3つ目がフライドベーコン。そんでもって最後がレンチンベーコン。5つ目がゴジラベーコン。うー、ゴジラベーコンって何。まあ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 、それでは作っていきましょう。おー、見てこれ、こんなにベーコン今日用意してあるの、すごいでしょ。すごい。だから今日は腹が膨れて破裂するぐらいまでしこたま食えるからね、楽しみにしておけよ。楽しみにしてる。では早速ノーマルベーコンってやつですね。簡単です。フライパンでただ焼くだけ。フライパンに油しかなくていいの。そう、ベーコンはね、ベーコン自体から油がドワーって出るからね、意外と大丈夫なんだよ。次はですね、シュガーベーコンですね。このね、砂糖をただ、うわ、めっちゃこぼれてる、こぼれてる。砂糖を振りまくだけでカリカリのが作れるということなんで、楽しんで作っていきましょう。またこぼれた。足がジョリジョリする。うまいか坊主。これしょっぱいよ。嘘だ。え、砂糖じゃねえかよ。お砂糖ね、パラパラっとね、まぶしていくわけですよ。このままでも美味しそうじゃない。美味しそう。そして3つ目はフライドベーコン。うわっ、うわっ、フライドベーコン。最高の笑顔ですね。最悪です。ベーコンを油にポイ。あー、出た。超うまそうじゃん。このまま飲みたいよね。飲みたい。何を、油を。そう。そして次の作り方がレンチンベーコン。オーバーテクノロジー。レンチンベーコンっていうのは、キッチンペーパーの上にベーコンを乗せて、さらにキッチンペーパーの布団をかけてあげるということですね。キッチンペーパーが油を吸ってくれるってこと。そういうことですね。それでは一通り作ったので、早速食べていくことにしましょう。あれ、5つ目のゴジラベーコンは、これがゴジラベーコンじゃ。炎で焼く予定がベーコンを持ち合わせる重厚のミッション。こんなん食えるわけねえよ。ごめんなさい。うわぁ、なんて美味しそうなんでしょう。ベーコンの香りが画面の向こう側まで伝わってきますね。ノーマルベーコン、シュガーベーコン、フライドベーコンにレンチンベーコン、果たしてどんな味がするのでしょうか。私にも一つ分けてください。それではいただきます。いただきます。まずノーマルベーコン。これがノーマルベーコン。そう、何もつけずにそのままフライパンで焼いただけ。うん、十分美味しい。実家の朝食によく出てた味だわ。これでもう結構100点満点に近いぐらい美味しいけど。うんうん。さあ、シュガーベーコンいきましょうか。まず色が違うよね。照り焼きみたいな感じ。うん、ほんと。うん、うん、これはいけるね。ちょっともうひと手間加えた感が。そう、砂糖つけたらちょっとさ、なんか甘ったるくなるんじゃねえかって思ったでしょ。うん、そんなことない。で、砂糖が焦げることによっていい感じにね、香ばしくなってるんだよ。で、次にフライドベーコン、油で揚げたやつね。これは絶対美味しいと思う。すごい、うん、うん、全部サクサク。ほんとね、外側まで中側までサクサク。ベーコンに中とかある。そして最後にレンチンベーコン。オーバーテクノロジー。そういうことですね。おう、一番こう形が綺麗かな。うんうん、南極で振り回したタオルみたいだよ。それでは結果発表といきましょうか。全部美味しかったんだけどね。いや、いい性能せで勢いよく食べよう。自分の1位と思ったのを食べればいいのね。うん、そう、そういうこと。それでは一番美味しかったカリカリベーコンはどれでしょう。よーい、はい。
俺もだっつーのちょっと一番美味しかったベーコンはシュガーベーコンでした。みんなも気になったベーコンがあったらぜひぜひ教えてね。せっかくだったらね、アレンジして美味しく食べようってことでパンがね、ここにあるんですね。困ったことに、ちょっと前まで脳を駆け回ってた豚さんもいるわけですね。いただきましょう。いただきましょう。でね、今日はこんなね、ソースをね、用意してきたので、ね、たくさんだ、ね、ありがとうございます。たくさんのスパイスに、トマトに、玉ねぎに、ニンニクに、夢や希望や愛情や涙、涙の涙がいっぱい入って、それはそれはもうしょっぱい味付けとなっております。濃厚だねトマトなんか敷いちゃったりしてね、レタスと玉ねぎとこのシュガーベーコンでいただきますよ。このパセリ特製ソースね、パセリは一切入ってないですけどね、絶対うまいっしょこれ。本当にこれね、ベラボーにバチボコに最大級にうまいね。本当にね、うまい。もうこのね、肉汁がとか砂糖の香ばしさがとかいうやつあるかもしれないんですけど、もうそういうのね一切いらない。もううまいの一言でね全てね済まされるぐらいね、肉汁がじわーっとしてね、ソースのね香りがふわーっとね、スパイスがねふわーっと鼻にね来てね、本当に美味しいです。いや、いや、もう指もおいしい。お店で、もう指美味しい。お店で食べる味もそのまんまよ。ジューシーだし、ソースも美味しいし。何がジューシーなの？指。それでは皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今食べてた？食べてた。皆さんもいろんな種類のベーコンの作り方、よかったら試してみてください。終わり。バイバーイ。